はい、じゃあサッカーマネージャー2025をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。シーズンが終わりましたね。レアルソシエダ、ゴールデンブーツ、イヘアなんちゃら、司令塔久保建英、年間最優秀選手久保建英、チャンピオンレアルソシエダ、やりました、やりました。で次のシーズンの開始日が7月12日になるんですが、6月末、今がね2025、6月29日、朝7時ですね。いや、久保くん年間最優秀選手ですよ。得点王はイヘアナチョセビージャね、33ゴールね。なるほど。あ、カップ戦に出てないのね、セビージャね。まあ、ここでちょっとまあ見ていきましょうか。改めまして、はい、スペインリーグ1位、レアルソシエダ、やりました。我々レアルソシエダが、チャンピオンになりましたね。で賞を見ていくと、あ、これさね、月間 MVP ね、8月はジョレンテ、まあどこのチームかな、ちょっとそれは書いてないですけど、で9月はオヤルサバル、ね、うちのチームから出ました。で10月がデュロ、そして11月12月1月2月と4ヶ月連続で久保くんが月間 MVP ですよ。あ、でイヘアナチョが言ってるけど、4月はスビメンディ、5月はまあそっか1試合しかなかったからね、これは MVP はなしか。年間ベストイレブンないのかな、年間ベストイレブン、あ、ないのかな、どっか発表あったのかな、あ、これじゃない、これじゃない、大陸カップ年間ベストコンチネンタルチームが発表、ボタン押して表示してみましょうか。あー、これはなるほどね、チャンピオンズリーグのベストイレブンなのかな、っていう感じで、まあ、チャンピオンズリーグの、あ、ちょっと待って、レバークーゼン、ちょっと待って、チャンピオンズリーグ、レバークーゼンが優勝したのか、マンチェスターシティを破り、マジでか、すごくない、レバークーゼンやべえな。で大陸シールド、これが我々が出場した、これ我々出場したヨーロッパカップじゃないね。ちょっとコンチネンタルカップ見ようよ。コンチネンタルカップで、ノックアウトステージでいいか、ノックアウトステージで決勝まで行って、見して結果見して、あ、これはレバークーゼンがマンチェスターシティに勝ったんだって、優勝したんだって、マジか。結果見れる、あ、見れないわ。で大陸シールドで、これはさ、アスレチックビルバオが決勝行ったんですよ。我々レアルソシエダボコボコにされました、準決勝で。決勝どうやったのかな、見れないのか、スケジュールで見たらいいか。スケジュールで見たらノックアウトステージはマンチェスターユナイテッドか。なるほどね。で大陸カップの方ね、これもちょっとスケジュールで見るとレバークーゼン勝ってるわ、マジか。なるほどね。統計データ、あ、ちょっとさ、統計データさ、これさ、フェネルバフチェ、違うよね、これは違うな、これね、ちょっとね、残念なところ、チャンピオンズリーグの得点を見たかったけど、これちゃんと計算されてないですよね。そう、多分、これダメですね、ちゃんと出てない、これ残念なところ。これは我々が出場したヨーロッパカップでも見たんですが、久保くんとかさ、ベン・イェデルもさ9ゴール上げてたのね、ヨーロッパカップでね。で得点ランクに入ってるかなって見たら入ってないんですよね、全然ね表示されないの、これ残念なところ。
俺残念とこで、リーグ戦よ、リーグ戦、リーグ戦が見たくて、まあ、時計データ見とこっか。得点王がイヘアナチョね、うん、でアシストはもちろん我らが久保くんですね。18アシストでアシスト王ね。そして、まあ、平均パフォーマンス、パフォーマンスで見てもこれもさ、やっぱりおかしいのよね。踊りおそらくんいたけど入ってねえな、入ってねえね。まあ、実は踊りおそらくんに移籍のオファーが来ました。で踊りおそらくんは移籍をしてしまいました。6月何日やったかな。ちょっと一旦その話で、見ていきましょうか。あでね、今回は、まあシーズンのまたぎ方というかな、まあ、その辺を、まあ、見ていきたいなと思って、どういう感じで、シーズンをまたぎましょうかっていう感じ。クラブ移籍でこれね、我がチーム加入したのがパブレンカ第2キーパーですね。でベン・エデル、まあ獲得しました。このやっぱね、ベン・エデルを獲得したっていうのが我々の優勝に大きくつながったって言っていいんじゃないかなと思ってますよ。はい、リーグ戦ではね12ゴールやったかな。ただね、このベン・エデル君、あの移籍のオファーが来ました。なので、まあ、新シーズンは我がチームの一員ではありません、ベン・エデル。まあ34歳ベテランやからね。でフェルナンデス君がレンタル移籍から戻ってきたんですよね。なので、来シーズンはね、もうねフェルナンデス君を軸に考えます。攻撃はね、フォワードはね、まあ、もしくはフォーメーションを変えてもいいとは思ってますね。で、統計データ見てみましょうか。統計データ見てみると、で37試合12ゴール8アシストと、まあね、まあそうね、思ったより、まあ、点は少ない、少ないけど、まあ、これはあくまでも個人の成績ですから、まあ、ベン・エデルを取って、まあ、久保くんがね、まあかなり活躍しました。まあそれもこれもベン・エデルがトップで、まあ、君臨してくれた、それはねあったんじゃないかなと思いますよ。まあ、年間公式戦で見ると大陸シールド、これね、ヨーロッパリーグ14試合9得点3アシストと、いや頑張ってくれましたよ。トータルで52試合21ゴール11アシストと。ただあのね、移籍のオファーが来て OK しちゃって、契約まとまったんですけど、そのクラブがね、あのね、まあ、どういうわけか分かんないんですけど、これ受信トレーで見れるね、ベン・エデルのさ入札ナショナル移籍合意済みなんですけど、なぜかねアスレチックビルバオにベン・エデルが移籍します。まあこれはさすがにね、うん、ゲームの中でねちょっと無理があったんでしょうね。実はアスレティックビルバオってクラブは、我々ねレアルソシエダと、同じくスペインの中のバスク州っていうね、州、一つの州、日本でいうと関東関西中国四国みたいな、そんな括りかな、州ね、のそのねバスク地方のクラブなんですけど、実はねビルバオってね、そのバスク人しかクラブに迎え入れません。だからベン・エデルがビルバオに移籍するっていうことはね、実際ではねありえないね。バスク出身、もしくはその両親がバスクにゆかりがあればあれやったかな、うん、もしくは両親はバスク人じゃないんだけど本人がバスク生まれとかね、そういう選手しか、このアスレチックビルバオにはね、契約してもらえません。なんかベン・エデルバスク人じゃないよね。違うよね、まあ、多分違うと思いますよけど、まあ、ゲームの中ではこういうことが起こってしまうと。で、まあ、ビルバオに、ベン・エデルはね移籍することが決まりましたという感じですね。あと
他いましたっけ。あ、レンタルから帰ってきた選手もちょっと移籍ね、放出決まっちゃったり、移籍合意済み、マリンくんね、マリンくんも決まっちゃいましたね。で、踊りおそらくんも移籍ね、決まっちゃったんですよね。踊りおそらくんが、あ、マルセイユね。マリンくんはアタランタ、イタリアですね、セリアですね、アタランタに移籍をする。移籍合意済み、これはマレッロ、あ、ゴールキーパーのマレッロくんね。あ、これはハルシティかな、でいいのかな。で、オラサガスティ、アマーティ、あ、ちょっと、まあ、そうですね、ちょっとね、一旦じゃあクラブの陣容を見てみましょうか。はい、我がチームのスカッドはこんな感じになりましたと、スカッドスカスカ問題ですね。来シーズンこれで戦うのはちょっと無理であります。もうね、移籍しちゃう選手たちはちょっとこっちの、ね、リザーブチームにもうちょっと掘り込んじゃいました。あ、でね、ユースチーム、ユース選手でね、こういうね、選手が、ね、入ってきましたね。ポテンシャルがね、化け物の選手ですね、で、あとこの、そうね、潜在的、これで見てみると、この選手ね、ブスケツ、相性はね、まあ、そこそこフィットの選手ではあるんですが、能力的にもまあまあ、今はまだまだね、ちびっこです、ちびっこ選手ですね。で、このフォルセラーノ、セラーノね、セラーノくん、セラーノくん、アルベルト・ゴメスくん、ゴメスくんが、まあまあまあ、ウィングバックなんですが、まあ、この辺は、ちょっと待って、180センチ、55キロしかないの、体重。フィジカルやべえな、ちょっとダメだな、もっと食べろ、ちょっと細すぎるな、これはね、ミスですね、おそらくミスです、ミスだと思う。さすがに186センチ、64キロ、ちょっと軽すぎない？ブスケツくんは180センチ、71キロ。でも、細いよね、多分ね、ちょっとやばいな、ゴメスくん。180センチ、55キロはやばい。身長盛りすぎじゃない？体重軽く言いすぎじゃない？そんな細いかなって持てねえよ、55キロってさ、私とあんま変わんないからね。私身長170で56キロぐらいですけど、それでもガリガリって言われるからね、180、55キロ。まあまあまあいいでしょ、まあいいでしょ。で、違う、ちょっとね、いろんなリーグの順位を、ね、今シーズンの、それを見ていきましょうか。スペインリーグはね、我々レアルソシエダ優勝しました。はい、イングランドのリーグを見ていこうか。アーセナルか、なるほどね。アーセナル、結構勝ち点差6つけて優勝、これはもう圧倒的な優勝ですね。得点を見ていこうか。イサク、おー、ニューカッソー、イサク。2位がソン・フンミン、マジで2位がソン・フンミン、マジで29ゴールも上げたの。アシスト見ていきましょうか。お、18アシストいるな、ブルーノ・フェルナンデス、マンチェスター・ユナイテッド。おー、なるほどね、久保君と接点じゃん。でも君のゴール数はいくつなの、教えて。15ゴールじゃん。まあ、これ久保君が上でしょうね。これは久保君が上です。この1、イサクがアシスト2でしょ。ソン・フンミン、ソン・フンミンすごいね、年間41ゴール取ってるか。で、ワトキン、まあ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 、久保君を超える選手はいねえんじゃね。30ゴール30アシストですよ、久保君。はい、すごいでしょ。どうですか今、イングランドはこんな感じ。イタリア、セリアは、順位で見せた。あ、インテルか。おい、インテルダントツじゃん。インテル入ってるね。で、2位がユベントス、ミラン、アタランタ、フィオレンティーナ。なるほどね。ローマ、ローマ7位に沈んじゃってんな。ナポリ9位に沈んじゃってんな。あ、そうですか。ここはイタリアは、インテルが優勝でしたと。で、あ、モラタ。アルバロ・モラタ。モラタ。
44、うわー、モラ、え、モラタ、モラタも、お、モラタ年間63ゴールも上げちゃってるこいつ、なんだお前、モラタか本当にあ、契約じゃない、合計データちょっと見して、うわすげえ、チャンピオンズリーグで16ゴール上げ、え、お前本当にモラタかえ、モラタってこんな点取る、モラタでしょ、マジかよ、モラタ、モラタですよね、本当にこんなに決定力高いの、モラタってこんなにスピードあんの、ムーブメント、うん、いや選手としてはいい選手だと思いますよ、けどそうね、バランスがいい感じのイメージするけどな、万能タイプっていう感じで、そんなに得点決めますか、すげえな、44ゴールってさ、セリエAのさ記録だぜお前、お前記録、ディバラもすごいね、41ゴール。いや、ちょっとぶっ壊れてんな。ラウタロ・マルティネス、ブラホビッチ、ダーリンガ、ダーリンガ、まあ、ベロッティ24。この辺から普通なのよね。この辺が得点を争いですよ、セリエなんて。モイーズ・キーン入ってるやん。ああ、今、フィオレンティーナにいるのか、ラスパ通りいるやん。お前本当にモラタかえ、ちょっと待って、モラタはアシストは、アシストはないね、ディバラは、そんなにない、ディバラ、ディバラも66、年間66号、お前ぶっ壊れてるなマジで、え、どうなってんの、ディバラはディバラで、まあすごい選手ですよ、すごい選手なんだけど、ローマさ、その割に順位はさ低かったね、うん、インテルの、まあまあまあ、マルチネス、ラウタロ・マルチネスが、まあ、このぐらいゴール上げてるのは、すごいねんけど、すごいねんけど、いや、正直ね、39ゴールでもセリエ A 記録なのよ、ブラホビッチ、38ゴールでもセリエ A 記録なのよ、うん、ぶっ壊れてんな、なんだ、何がありました、このシーズン、あなたたちに、あなたたちに何があったんだ、今シーズンは。でも得点決めてるとアシストそんなにないね、ディバラとかもっとアシストあってもいいのよね、この辺はちょっと分かんないな、ボローニャ、うん、まあ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 いい選手ではあるね、あ、若いね、若くて、いやー、こういう選手が欲しいな、うちにはこういう選手が欲しいです、でまあアシストも見ていきましょうか、バレッラ、バレッラが27アシスト27アシストはあ、いやちょっとぶっ壊れすぎでしょ、いやそんなアシストねえから、そんなアシストはバレッラはいい選手ですよ、ドーグラス・ルイス、ユベントス、うん、この辺普通なのね、この辺から普通なのね、27アシストおかしいだろ、でちょっと待ってよ、表で見て、ドイツレバークーゼン、バイエル・レバークーゼン2連覇ですか、おーすごい、2024-2025 2連覇ですよ、ちょっと待って、バイエルちょっと待って、バイエル・ミュンヘンがさすごいのよこれ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11連覇してて、ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん、バイエルン圧倒的に強かったのよ、でこのハリー・ケインがトッテナムでしたっけ、うん、優勝をねしたことがなかったのね、でそのタイトルを取りたいっつって移籍したんですよね、その移籍した先がバイエル・ミュンヘンで、あのリーグ11連覇してて、ハリー・ケインお前呪われてんな、やっぱお前は呪われています、お前はもう一生優勝できません、いやーすごいねハリー・ケインね、で、あ、ちょっと待って、さポジションで見せて、ハリケーンでしょ、うん、ハリケーンが圧倒的得点王を取ったりするんですけど、優勝できなかったのよね、バイエルンでね、でキングスレイ・コマン、キングスレイ・コマンがさキングスレイ・コマンがすごいのがさ、これ29歳ですけど、所属したチームで
ことごとくリーグ優勝してきてたのね。ずっとリーグ優勝してきたのね、キングスレコンはね。それがハリー・ケインが入った途端に優勝できないっていう、もうマジ呪いでしょ。ハリー・ケイン呪いでしょ。すごいんですけどね。まあすごい選手ではあるんですけどね、ハリー・ケインね、うん。フリーキックこんな高いの ？92 もあるね。うん、ね。ブンデスリーガはこんな感じ。まあ個人で見てみて、ほらハリー・ケイン得点を取った、取ってないわ。ちょっと待って。もうエグいのいるな。38号取ってんな、ドルトムント。グイラッシー。グイラッシー。これはガーナとかかな、国旗。ちょっとわかんない。ちょっと細かくわかんないけど。あー、すごい決定力持ってんな。いやー、すごいな。いい選手だな。うん。アシストは？アシストで見ると、ほら、1位で、読めねえ。シュテットガルト読めねえ。でも13アシストで2人いるね。うん、あんま知らんな、あんま知らん。あ、でもブンデスはやっぱ写真があっていいよね、選手の写真がね。いいな、ブンデスリーガー、ブンデスリーガーいいな。で、まあ一応フランスも見とこっか。あ、ちょっと待って、表で見して。まあやっぱパリ・サンジェルマンか。まあパリはね、強いよね。ちょっと履歴で見ると、あ、ここでリーグが1回優勝してるけど、まあほぼパリ・サンジェルマンが独占してるからな、これね。パリ・サンジェルマンがもうお金の力でね、ものすごい強いですよね、フランス国内ではね。敵なしですよ。まあ打って9分け2敗、あ、2敗か。2敗はすごいな。で、選手の統計データは、おっと、なるほど、デイビッドかな、これは、リール、カナダの選手、デイビッド、46ゴール、おいおいおい、ぶっ壊れてんだ、どうなってんだ、お前は、お前はなんだ、どうなってんだ、決定力高いけど、年間57ゴールとか上げてるでしょ、こんなぶっ壊れた成績、なんだ、久保くんが30ゴール30アシストがなんかバカみたいじゃねえか。ゴンサロ・ラモス、が38ゴールもすごいけどね、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、怖えな、アシスト、あ、アシストは普通でした、16アシストね、トップで16アシスト。オランダ、まあオランダ見ときましょうか。オランダの順位がアイントホーフェン、アイントホーフェン、ユトレヒト、まあ、アムステルダムが、アムステルダムがアヤックスでいいのかな。一応ポケデータ見とく。得点を38ゴールとかおかしいから。これウォルフスウィンケル、ファンフォルスウィンケルか。あ、ファンフォルスウィンケル、もう だいぶベテランでしょ。36歳、やべえな。36歳で38ゴールはやべえな。ファンフォルス・ヴィンケルね。そう、めちゃくちゃ長い名前って言ったんで覚えてるわ。ファンフォルス・ヴィンケルは知ってる。小川幸喜、30ゴール上げてるぞ、オランダリーグで。マジか、おかしいだろ、ぶっ壊れだろ、何があった、どうしてだ、この能力でどうなってんだ、すごいことやっちゃってんな。君はもう日本代表のエースだわ、じゃあ。すげえな、30ゴール上げちゃってるよ。アシストちょっと見てみよっか。15アシスト、フェールマン、うん、まあ、ちょっとあんまよくわかんないな。うん、まあ、もういいよね。まあ、各国リーグを見ていきましたと。で、我がチーム GO も大体、まあ、スカッドがね、スカスカになりました。そう、シーズンをまたぎたかったんだ、私は。シーズンをまたぎたかったから、このままちょっとスケジュールいきますね、ちょっとね。6月30日に来ました。さあ、7月に入りますよ。シーズン終わりました。終わりまして、はい。シーズン最優秀選手は、久保建英ね。素晴らしい成績でしたよ、久保くん。ちょっと見てみようか。あ、ちょっと、あ、もうリセットされちゃったわ。リセットされてる。統計データちょっと見せて。このシーズン、ちょっと見して、見れねえな。細かいの見れねえな。
こういうのね、こういうのね、こういうの寂しいな。もっとね細かく見れたんですよ。リーグ戦何試合、何ゴール何アシストとか細かいのが見れたんですけど、これもう一括でもこの一覧しかこのシーズン別で見れないのね。過去シーズンのもさ見れたのよ2024で。マジでこういう解約、こういう解約やめてほしい。167センチ60キロでしょ、180、55キロ、おかしいでしょやっぱ。でリーグ順位1位でした。行われた試合54試合、勝利数35勝、得点数は総得点で年間92点上げたのね。リーグ戦では63点ぐらいだけど、失点数が44、ちょっと多いな、ちょっと多いね。まあ、クリーンシート28、平均観客動員数が 24,965 人、獲得トロフィーがリーガエスパニオーラ、リーグ戦の1個ね。久保君価値69メガしかないのか、まあ意外と安いな。オファー来てもおかしくないけどね、他のクラブからね。これが年間のトータルかな、35勝8分け11敗、意外と負けてるよね、意外と負けてるな公式戦。まあ35勝は多いけどね。シーズンベスト11、久保、オヤルサバル、エムバペ、でニコ・ウィリアムス、スビメンディ、トゥリエンデス。いや我がクラブから、いやまあディフェンダーさ、そうね、確かにね。ヘアシュテイゲンなのか、ヘアシュテイゲンちょっと待って、統計ですか、見して 7.6。 いやーレンド君の方が良かったぞ多分。でこれで続行で見て、これシーズンが、はい、7月1日になりました。昨シーズンは終了しました。新規入札があるね。あ、この辺の選手はいい、出しとこう、うん、オファー受け入れよう。でシーズンをさあまたいでいきました。会長ニュースなんだ、あ、 8.5 メガ投資してくれましたよレアルソシエダに。でこれは日程が決まったのかな。そしてマーティンの健康上の懸念、ん、太り気味に見える、あ、え、何が返答する時間がなかったこと、何が、え、ちょっと待って、7月1日のさ深夜1時でしょ、お前回答する間もなく、なんだお前どういうことだ、え、返答する時間がなかったよ、ねえよ、そんなのねえよ、なかったろ時間で、7月1日になりましたと。ちょっと遺跡で、検索で見せて、検索じゃないか、詳細検索で、契約満了じゃない、遺跡ステータス、フリーエージェント見せて、いる選手。もういる、もういるね、スカルビーニ。おい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 、スカルビーニがフリーエージェントになっちゃってるよ。どういうことだ、これ獲得するよ、私。いいか、契約満了して、マジでプジャニッチはこれはできないんじゃないか、違う、獲得できますか、あ、獲得できるわ、できるんだって、プジャニッチフリーエージェント、ディープライン、あー、どんな感じ、ほうほうほう、あ、いや守備力がねえな、ちょっとこれもうフリーになった選手、これであれか、チュポモティングいいんじゃねえか、お前まだいいの、お前ずっとフリーだったのか、チュポモティング、アイエウもそうやね。いやでもさこれはさ、いやちょっと取れないな。で引退誰もしてないな、我がクラブからは誰も引退してやめてはない。オスカルソン君さ、オスカルソン君こんな感じなのよね。で今期待してるのはこっちの子、22歳か、カリカブル君が潜在能力が86まであるから、こっち期待したいのね。決定力70あるからね今の時点でね。そうオスカルソン君がさねえのよな。で、フォワードの軸は、はい、このフェルナンデスか、フェルナンデス君に期待したいと思います。昨シーズンはレンタルでね、まあ、2部ですけど25ゴール上げてますから、まあ、29歳、年齢ね、29歳で成長の余地はちょっとあんま見れないけど、そうね、
そんなところでスカッと強化していきたいけど、いやスカルビーに取りてえぞ普通に普通に取るぞ、いいか取っていいか、取っていいのかスカルビーに。でも絶対に欲しいよこの選手、絶対に契約するでしょ。でプジャニッチも、あでもこのポジションね、でも AMC もできるから、いやこれ35歳な、いやこれ取っていいと思うな、取っていいと思うな。スカウトリポートね、スカウトリポート、この辺の調査があんまりうまくいってなかったか。で第3ゴールキーパーもいいのよね、今ゴールキーパー我がチームには2人しかいません。トップチームで見ると、はい、ゴールキーパー2人しかいないので、2人体制はね、これはね無理があるから、ちょっと30歳33歳30歳以上で獲得しちゃうことになるのかっていう感じで、やっぱね新しいシーズンはね、特にフリーエージェントの選手を真っ先にチェックして獲得していきたいなと、そういう感じですね。28歳でいるけどフェリペ、28歳だけどちょっとあんま成長しそうにもないから、まあギリギリやっぱこの70イタリア人のレアリ君取っとくか。いやーいないのよね、放出しちゃったからさ、取っとかなきゃしょうがないかもしんないね。もうちょっととこれ日程進めたら増える可能性はあるんですよね。レーティングで高い順で並んでよ、レーティングでこれでいいよな。とりあえずスカルビーニとプジャニッチは取っとくか、これはね取っていいと思うな。チュポモティングも厳しいかな、取ってもいいけどね、36歳か。攻撃的なポジションにさ、ちょっとさ、点数になっちゃってんのよね、今ね、我がチームね。チュポモティングね、ちょっとね、いや、49キロか、急に、高えな、無理だわ、取れねえわ。で、この辺は49キロ、あー、全然いい、プジャニッチなら全然いいわ。610、契約金610でしょ。で、契約が、あー、まあ、295か、契約金ね。でスカルビーニが97キロか給料ね、で12メガか契約金、あね、12メガもいんの契約金、あマジで21歳だからね。いやでもねちょっとね、ディフェンダーですからスカルビーニが、はい、マーキングタックリング80-80でしょ。で、まあ、コントロール高いし、空中戦能力高い、フィジカルもパワー強い、メンタル面も十二分に安定してますね。いやこれはまあ取るべきよね、どう考えても取るべきだと思うわ。これ取らないってないでしょ、絶対取るでしょこんなん、これ取りますわこれで117キロか、要求ね、給料ね 117.9 キロか、まあ、契約金は12メガね。ちょっと待って、一旦戻らしてお金が101メガあるやん、101メガあるからいいや、これ取っとこう。ちょ、いろいろね施設のね、あのね、ごめんなさいね、いろいろ見てね。ここもね、全部ね、一旦ね、1レベル、建設を開始してるので、結構お金使ったんですよ。結構お金使ったけど、101メガあるから、これはね、全然いいっすわ。全然ありですね。OK、取ろうか。取ろう。よし。はい、スカルビーニ君は取っておきます。契約の申し出で、まあ、5年契約にしたいね。でトップチームの選手でいいか、このね、まあ、一番ポジション、このチーム内、序列ね、
高いのは主要選手っていうのがあるんですけど、まあ、トップチームが、トップチームのね選手たちね、で選手のローテーション、まあ、ローテーションで試合の出場機会がありますよ、きちんと保証されてますよかな。トップチームはもう中心の選手、その中でも主要選手は、特に重要な選手と、そういうふうに位置づけられてますね。117.9kg を求めていますけど、一旦90kg でどんな顔、あー2個か、ニコニコってこのね、このこれを3年契約でも大丈夫か、345どれでも、あどれでもにっこりですね。例えばこれを、はい、ローテーションにするとニコニコから2個になりましたね。バックアップメンバーで契約したいって提示するとこうですよと、渋い顔をし始めますよと。有望選手だと、うん、そんなんじゃ無理だ、おこですね、なのでトップチームで、ね、この額をちょっとね調整していきましょうか。まあ、100やったらどうかな、100kg、あ100kg やとニコニコになってくれたから、これは可能性あるね。 100kg、 95だとダメか、 97.5 やと、あーダメか、100で契約はちょっと難しいと思いますね。ギリ100でいけるかななんですけど、105にしてみようか。105kg で送信、よし、いいよーし、まあ、21歳ね、スカルビーにね、いい選手なのでこれは全然取っていいでしょう。で移籍でちょっとね、うん、ブジャニッチもちょっと取っておきたい。これまあ攻撃的なポジション AMC で使えそうやから、攻撃的なポジションでね、今ね人員が若干足りてないのよね。うん、これは能力高めなのでブジャニッチ取っとこう。で35歳2年契約選手のローテーション、うん、これぐらいでいいんじゃない。49kg でどう、49kg でニコニコ、うん、いくね。45kg だとどう、あ45だとダメ、47.5、あーマジか、48、マジか、じゃあ49ちょっとしんどいな、じゃあ50kg でいこうか。君には50kg の給料でいってくれ、いったね、よし行きました、よしゲッツだぜ。でここにまだ表示はされてないけど、多分選手としては加入したんじゃねえかな、ブジャニッチ、ブジャニッチ君とスカルビーニ君が、はい我がチームに加わる。いやこれはねいいぞ、ちょ一旦日程進めますね、一旦行きますね、ちょっと進めますね、ちょっとだけ進めて、ちょっとだけ進めて、いったザカリアン、あちょっと待って、あそっか選手の契約も見直さなあかんねんな。ザカリアンが今もっとローテーションから、ローテーションからもっと上がりたいの、トップチームの選手になりたいの、ザカリアンくん、おい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 、主力クラスではあるんですけど、マジか、トップチームの選手か、まあしまいか、いい顔しとくか、いい顔をしておきますか。でどうなった、ちょっと待って、OKOKOK、スカッドが、はい、埋まってきましたよ。そして正直ね、エルストンド君の代わりにこのスカルビーニを使いたいなと思ったんですが、ちょっとねエルストンド君はちょっと外せないな。ロペス君を、そうね、パスコントロール73、パス70、スカルビーニでしょ、コントロールパス高いから、わかった、ここのポジションに、ちょここのポジションに、ちょここのポジションに、ちょお前嫌がんな、なんで嫌がんの。スカルビーニ君はここに入れる、3バックね、3バックのセンター、まあリベロね、ロペス君ここやわ、ここに行ってもらうわ。うん、ちょっとセンターバックをやってもらいます、フィジカルあるしね。でパチェコ君をここ、こういう形かな。で踊りオソラ君を放出したんですけど、このお
アランブル君ね、アランブル君は全然いけると思うのよね、全然いける。だから控えで、ムニョス、ムニョス、ちょっと待ってよ、難しいな。ゴメス、いや難しいな。いや使い方としてはザカリアンここに入れて、ゴメス君をここ、トリエンテス君をサブに置く、そういう使い方もあるかなとは思ってるんですよね。でもバランスがいいのよな、トリエンテス君な、バランスいいな。ゴメス君の攻撃の能力がね若干低いから、そうなるとここのポジションはザカリアン君の方が適性が高いのよね。いやむずいな、このポジションが、まあ、左足利きなのよね、ゴメス君がね、左サイドに置いて、トリエンテス君右なのよね、利き足がね。いやむずいな。でもそうなるとトリエンテス君は、トリエンテス君もあまり攻撃寄りのポジションというよりはバランサーなので、やっぱここマレガになるのかな。でムニョス君が外れてトリエンテス、こういう形になるかな。スカッドとしては、あでオスカルソン君いらんのよな、正直いらんのよな。ちょ、これ移籍リストに載すか、オスカルソン君。まあ昨シーズンまでは会長のお気に入りで移籍リストに載すのを許してくれなかったんですけど、まあある程度ね時間が経たないとね、新加入の選手はね放出できないんですよね、でこんな感じかな。でまあマーティン、モラレス、この辺はちょっとまだ戦力としては考えにくいから、7月2日になったね、ちょっとこれを確認させてほしい、これでフリーエージェントの選手増えた？増えてねえな、マジか。いやそうなってくるときついなってなりますね。まあでもゴールキーパーか、一人ゴールキーパー取んなきゃいけないね。これ忘れとったな。ちょっと取っとくか。レアリ、ニコラレアリ、ちょっと取っときますわ。ちょっと待って、契約で見して。13、14キロ。夜勤380、まあ取っときますか。バックアップメンバーで3年で、一応3年契約で14キロでにっこりね、 OK、 13.5キロ、あーにっこりはしないか、 14.5 キロでこれでいけるでしょ。まあ OK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 、一応これでトップチームには入ったかな、あ入ったね、 OK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 、 まあ OK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  で、まあ能力は下がり気味よね、まあ、パブレンコ君もそうだけど、まあ、この辺はしょうがないね。一応第3キーパーで、君はね一応第3キーパーで OK、 まあ OK でしょ。スカルビーニ、おお、スカルビーニも潜在力がすごいな、やべえな。モラエス君がちょっとスカットとして試合に出れる状態ではないから一応下げとくか。オスカーソン、いやちょっと試合に出せる状態じゃないよね。マーティン君はまあ最悪ディフェンダーとして控えで行ってもらおうか。ちょっとすぐには出れないけど成長してくれれば、まあ大丈夫。年齢は19歳、いけるよ、君はいける、大丈夫、期待できる。でこの子もいけるから、出そうと思えばいけるから。そうね、攻撃的なポジションやっぱちょっと少ないか。
そうやって見るとね、いや控えに今いないもんね。まあムニョス君とかは、あとこのカリカルブ君ね、まあ、いるっしゃいるけど、フリーエージェントにもちょっともう選手はいませんと。チュポモティングか、取っとく？チュポモティング、チュポモティング取っとく？ちょっと待って、値段で見ると、いや高えな、49キロは高えな、給料とね。ちょっと待って、そうや忘れてましたよ、シーズンまたぐと大事なのが、まあ、トレーニングも必要あるんですけど、ね、チームで見て、トップチームからまず見ます。契約で見て、これね12ヶ月、残り12ヶ月しか契約が残ってない。ここはねやっぱね契約をねしておかないといけません。うん、やっぱね手放したくない、このフリーエージェントの選手に落としたくないので、ここは、新しい契約の申し出を。マジでか、ロペス、おいちょっと待って、おいおいおい、それは困るな、新しい契約しようぜロペス、お前マジでか。より高いチームポジションが欲しい、バックアップメンバー、いやだからこそさ、ちょ新しい契約しようぜマジで、拒否られてるんですけど。あ、フェルナンデス君は新しい契約しとこうか、新しい契約で OK。 じゃあ君とは5年契約だ。トップチームの選手になりたいのか君は。でこれをこのニコニコから2個に下げるやん、選手のローテーションで契約しようよって言ったら、この給与の希望が 48.4 キロなんですけど、これよりねだいぶ大きく大幅に給料払わないと契約してくんねえんだわな。いやでもフェルナンデス君か、そうね、レギュラーになってるからね今ね、トップチームの選手でいいや、出場機会十分あるわ。じゃあこれ35キロでどうだ、35キロで、ちょっと待って、95キロなって、35キロで、にっこりはなんねえか、40キロやと ?40 キロ。あー、にっこりしねえか。42キロ。にっこりするね。にっこりするね。ちょっと待って、わかった。じゃあ、42.5キロや。ああ、48.4キロ希望してるけど、大丈夫。これは、あくまでも、この希望額なので、それ以下でも全然、このにっこりにっこりやったらね、この辺ね、こっちの選手、まあ4年契約が希望でしたですけど、5年にして、5年、3年とかはね、全然にっこりしてくれる。2年とか1年になると、あんまりいい顔はしない。これでいける。交渉完了、いけました。フェルナンデス君は、5年契約を結びました。で、ロペスよな、ちょっと待って。ロペス君だけじゃねえよ、マレガ君か、いやマレ、マレガ君はね、新しい契約はね結びません。うん、まあうん、そうね、フリーエージェントに落ちてもいいや。ゴメス君は契約してくれる、してくれるよね。ゴメス君は OK、 いける、選手のローテーション OK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 、 5年契約37.6キロ、もっと出してあげてもいいのよ、34キロでどう、あ、にっこりするわ、33キロはにっこりするわ、32キロはあ、にっこりはしない、今 28.5 キロね、 OK、 33.5 キロ、これでいこう、いけた、 OK、 こうやってちょっとでも、ちょっとでも安くごめんなみんな、ちょっとでも安く契約したいんだ私はね。で、あ、カリカブル君もか、新しい契約が必要、ちょっと待って、新しい契約で協議したいと思ってない、ちょっと待て、必要なしになっちゃってるな、必要なしは違う、レンタルが返ってきて必要なしになっちゃってる、これね OK、 有望に変えとこう、一旦有望に変えて、それで様子見よう。ロペス君も分かった、ロペス君も分かった、分かった、契約で、あのローテーション、選手のローテーションで、うん、ローテーション選手にちょっと上げよう、格上げしよう、うん。で、この2人が協議してくれた、はあ、
よかったロペス。ねえ、トップチームの選手になりたいのか。まあでもロペス君レギュラーで頑張ってくれてるからな、トップチームの選手でいいか。で5年契約で、いや60キロはちょっとねえわロペス。60キロはねえぞ。50キロでもにっこりはする。49、にっこりはする。48、あにっこりはしない。ちょっと待って、50キロでどう、これで手を打たないか。よし、いけた。はぁ、よし、いいよ。まあ、ロペス君は主力ですから、これ手放すわけにはいかないかな。カリカブリ君はどう、新しいゲーム、よし、応じてくれた。まあ、若者でも行ってくれんのか。22歳ね。若者でもにっこりしとるね。じゃあ5年契約で。まあ、16キロちょっと高えな。ちょっと15キロでどう、これいけるでしょ、にっこりするでしょ。 13.5 キロはこれはにっこりしない。14キロ、いけるね、いけるね。はい、いった。よし、これで新たな契約を結びましたと。ひとまずは安心ね。これでフリーエージェントに落ちる選手はいないと。でリザーブチームで見ると、この辺の選手はね、お二人ね、ゴロドシャテギ君とダディエ君は必要なしになっちゃってるから、能力的にはちょっと待って、契約年数で この2人は潜在能力もまあそんな高くないよね。これ放出候補なんだよね。セキュリストいっか、1年以内にさ、セキュリストに持ってるわ。いやでもね、必要なしにしてると、そっか、選手の価値が下がっちゃうかもしれないな。そんなことないのかな。若者でいいか、若者に変えといて、一旦若者に変えといて、必要なしはね、さすがにね、さすがにひで。23歳、あーそうなんや、もう若手有望はないのか、バックアップメンバーか。まあしょうがないね、一旦しょうがない。23歳有望でもありそうなもんやけどな。ないんやな、一番下でバックアップか。まあまあこんな感じにしといて、移籍オファーが来れば放出でいいかなと。この辺がもうちょっとね、放出候補で名前載っちゃってるんですね、移籍リストにね。ほんでちょっと待ってよ、ここで EMC、 ちょっと一番能力高いのはこの子か。ちょっとこのポジションな、いや厳しい、厳いね、厳いわ。ちょっと試合で使うのは厳しいので、いやーまあそうね、一旦そうね、まあ、オスカルソン君を含めて、いや残しとくか。だったらマリン残しても、まあオスカルソン、スカットは一旦まあこれで完成としてみますか。ただこれで実際に完成かっていうと、本当の完成ではないです。これはね、本当の完成ではないです、ないですが、ここ契約 OK な選手ね。一旦は完成として、こっからじゃあ欲しい選手を例えば移籍で、まあ、そうね、まあ詳細検索、フリーエージェントじゃなくて、じゃあ移籍リストに記載された選手、この選手を見せてくださいっていうので見るとこんな感じね。まあ割かし、まあ、有望な選手はまあまあそこそこいるんじゃない。この辺のそうね、ビエイラ君が見てみると、まあ AMC、 あ AMC ないな、まあ、AMC なくてもいいですよ。ボックスとボックスか、ボックスとボックスね、の選手ね。なるほどね。
でスタミナ多くて、こういう選手を例えば、こう期限付き移籍で出すつもりないんだって。まあちょっと待ってよ、移籍で取るとしたら移籍金は、まあ選手の価値で見るとね 8.5 でしょ。で、この選手を取るとしたら、まあ、例えば入札をしてみると、はい、相手の希望額がだいたい 8.625、 これ以上の、オファーをくださいと目安ね。ただ他のチームも競合するチームが出てくるんで、まあね、2倍までいかない、12、3メガぐらいは出さなきゃいけないかな。このぐらいの選手でそれぐらいの移籍金を提示すると取れる確率がありますね。ただちょっとあんまいい選手いないので、移籍リストに載ってる選手がね。なのでじゃあ移籍リストに記載じゃなくて期限付き移籍のリストと見てみると、はい、こういう選手が出てきました。マンチェスターシティでルイスね、で期限付き移籍リストに記載済みなので、ウイングバックの選手ね。いいじゃん、全然いいよ。いや、なかなか幅広いポジションで使えると思いますよ。AM ね、アタッキングミッドフィルダーはないけど、まあ、全然使っても問題はないと。給料高いな。52キロもすんのか。で、こういう選手に期限付き移籍のオファーを出してみる。で、まあね、買い取りオプションもつけるとかね、つけない。こういうのがありますね。で、ただ20メガ払わなきゃいけないのね。買い取りはね。で、まあ、そうね。まあ、期限1年よね。1年でいいと思いますね。まあ、1月に返す、返却するっていうのはさすがにね、まあ、1年間だと、6月6日までね、期限。で、これが、レンタルできます。まあ、2年もありますけど、まあ、1年でしょうね。借りるとしたらね。トップチームの選手、この辺はね、まあ、トップチームの選手もいいとは思う。ただ、控えになるからね、控え枠で欲しいから、そこまでして獲得する。いや、難しいな。期限付き移籍のあんまいねえわ。ただ、こうやって選手を招き入れて、スカッドを完成させるというね、方法はありますので、まあ、足りない、どうしても足りないポジションとかね、出てくるんで、そこを補う。キーパー、第3キーパーもね、この辺レンタル取ってもしょうがないからね、まあ、ギリギリ試合の出場に足りるだろう選手をフリーエージェントから取ってはきました。そんな感じね。スカッドまだちょっと完成はしてないですが、ちょっと長くなりましたが、今回この辺で終わっておきます。シーズンのまたぎですね、やっていきました。サッカーマネージャー2025でした。終わりです。ありがとうございました。もう一回練習させて。はい、終わりです。